TBS ラジオ生活は踊る、今日私 JS と TBS アナウンサー杉山真也でお送りしております。ここからはよし君による音楽クラブ。さあ今日のテーマは何でしょうか。はい、本日のテーマはこちらです。明日のフジロックに出演、矢沢永吉のメローなサマーソングベスト3。はい、今回は明日28日から3日間にわたって開催される野外音楽フェスのフジロックフェスティバルの初日に出演します。はい、矢沢永吉さんの約50年に及ぶ長いキャリアから、私が独断と偏見で選んだメローなサマーソングベスト3をお届けしたいと思いますけれども、はい、杉山さんどうですかね、矢沢永吉さんどんなイメージ。やっぱりもう伝説のロックスターっていう感じ、ね、もう伝説ですよね、生きる伝説。はい、はいはい、そんなイメージです。あんまりじゃあ実際にこう曲をちゃんと聞いたことはそこまで多くないですね。あ、そうですか。はい、結構シティポップ感覚で聴けるような曲ばかりなので、うん、ぜひちょっと、はい、期待していただきたいと。今回この選曲はね、はい、聴いてよ私にも。やつはどうですか、矢崎さん、どんな曲ですか。那須川天心の入場曲です。あ、そうなんですね。何の曲。ああ、タオルをバッと投げるんです、ね、そうです、確かにね。そうそう、明日も苗場でタオルが舞う。え、絶対でしょう、ね、うん、そうですね。でも今日は涼しげな、ね、そうです、そうです、はい、行きましょう。ちょっとまずベスト3紹介する前にですね、まあ、矢沢永吉さんのメロのサマーソングといえば、ね、まあ、問答無用でこの曲だなっていう定番中の定番をかけておきたいと思います。1978年のリリース当時の資生堂の CM ソングに使用されて大ヒットして、はい、当時オリコンチャートで3週連続1位を記録した時間よ止まれ、うん、こちら演奏はですね、キーボードが坂本龍一さん、ドラムが高橋幸宏さん、そう、 YMO 結成直前、直前のセッション。もう今ね、50人までだとマジで時間を止まれと思います。この時とは違う、ね、感じ。言おう言おうと思ってたでしょ。狙いすましたよ。狙いすましたね。シュッ、時間が止まれ、ピッってね、はい。じゃあ行ってみましょう。アルバムゴールドラッシュより矢沢永吉さんで時間を止まれです。はい、矢沢永吉さんのメロのサマーソング、まずはちょっと定番として時間や止まれ聴いていただいております。杉山さん、こちら聞いたことあるんじゃないですか。なんか聞いたことある感じしますね、はい、まだ生まれてないでしょ。え、生まれて、バリバリ生まれてない。そうですね、私1983年生まれなので、生まれる5年ぐらい前で、2014年にもう一度資生堂の CM に使われてるんで、それで耳にしてる可能性もあるかなと思います。はい、じゃあちょっとここからは、僭越ながら私が選んだ、はい、お願いします。 A ちゃんのメロのサマーソングベスト3で発表していきたいと思います。まず第3位はですね、1977年リリースのサードアルバム、ドアを開けろより燃えるサンセットでございます。このドアを開けろは矢沢さん初のセルフプロデュース作品で、はい、こちらも演奏はですね、高橋幸宏さん、後藤嗣俊さん、今井優さんなど、すごいね、うん、サディスティックスのメンバーが中心になっております。はい。で、この燃えるサンセットはちょっとラテン調のリズムを取り入れた甘いバラードで、1998年にはセルフカバーもしてるんで、多分、矢沢さんご自身も結構お気に入りの曲なんじゃないかなと思います。うんうんうん、じゃあ聴いてください。矢沢永吉さんで燃えるサンセットです。はい、矢沢永吉さんのメローなサマーソング第3位として紹介したのは1977年の燃えるサンセット。こちら矢沢さん当時27歳、若っかな、なのにこの大人っぽさ、はい、色気、貫禄、色気、そうですね、貫禄と色気、ね、成り上がりを、自伝の成り上がりを出す直前でございます。なんでよ、直前ばっかりで前夜ですね。いや、いいですね、これね、はい、一緒にと思わず歌いたくなってしまう ね、そう、はいはいはい、じゃあ次行ってみたいと思います。はい、続いて第2位、
第2位はですね、1984年リリースの12作目のアルバム E' より、シュロの影に、はい、シュロはあのヤシの木の仲間のシュロですね、うん、はい、アルバム E' は、1970年代後半にロンリーボーイの全米トップ10ヒットを放ったカリフォルニア出身のシンガーソングライターのアンドリュー・ゴールドと矢沢さんの共同プロデュースによる作品で、はい、結構シンセサイザーをですね、うん、大幅に導入した、いわゆるこう80年代的なサウンドが打ち出されている作品なんですけれども、はい、この曲はね、当時のこう、ブラコン、いわゆるブラコン、ブラック、うん、コンテンポラリーなブラックミュージックの影響が伺える、作りになっております。はい、じゃあ聴いてください。矢沢永吉さんで、シュロの影に。はい、矢沢永吉さんのメロなサマーソング第2位として紹介したのは、シュロの影に、1984年作品でございます。いかがでしょう。あの曲はどなたが書いてますか。 A ちゃんですよ。作詞はどなたがされる。作詞どなたでしょう。でも A ちゃんではないです。毎回作詞は違うんですか。作詞は他の方に委ねるケースが多いです。はい、それも知らなかった。でも A ちゃんっぽいっていうか A ちゃんが書いたとしか思えないなのかと思ってました。俺のものにしてるよね。さすがだ。あるんでしょうね、そういう ね、うん、はい、じゃあ矢沢永吉さんのメロのサマーソングベスト3、いよいよ第1位でございます。1位に選んだのは、1983年リリースの11作目のアルバム I'm a Model よりミスティという曲で、まさに杉山さんが生まれた年でございます、うん、そうですね、はい、I'm a Model というアルバムは、ビーチボーイズだったりローリングストーンズだったりも使った、まあ、カリフォルニアの由緒ある、サンセットサウンドレコーダーズというスタジオで録音した、結構まあ西海岸サウンド全開の内容になってて、演奏はトトだったり、はい、ドゥービーブラザーズの、メンバーが参加してる、まあ結構アメリカのロックの有名ミュージシャンがバックアップしてるようなアルバムになってます。で、この曲はシングルカットも当時されてるんですけど、結構ね、リゾート感のある、チルイ。チルイんだ。チルな A ちゃんでございます。はい。チルちゃんだ。何ですって怒られる。もうや。A ちゃんの要素がなくなっちゃう。なくなってなさい。A ちゃんしかない。じゃあ行きましょう。矢沢永吉さんでミスティです。はい、矢沢永吉さんのメロのサマソング第1位に選んだのは1983年のミスティ、はい、この曲入ってるアルバム I'm a Model はドラムが全部トトのジェフ・コーから入ってるんですけどね、スーさんがかかった瞬間トトっぽいねって言ったけど、まさにそういう感じなんですけどね、ぽいぽい、はい、というわけで以上、今回は明日フジロックのステージに立つ矢沢永吉さんのメロのサマーソングをお届けしましたけれどもね、明日フジロックに行ってる人羨ましいね、羨ましい、羨ましい、うん、大自然の中で見れる映像 ね、なかなかないですよね、まあ行けないぜとしては、まあ、週末にね夕涼みの時にでも A、ね、ちゃんのね、うん、メロのサマーソングをぜひお共にしていただきたいなと思います。そして吉明さんとスーさんですが、 Amazon Music でお二人の番組生活が踊る歌を独占配信中ですね。はい、最新回では BTS のメインボーカルジョングクのソロデビューシングル7、今週の全米チャートで初登場1位になった。1位だったね、はい、の楽曲解説をしておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、生活が踊る歌で